どうもポップコーンそうです、僧侶のそうね。さあ改めて抑え直しですけども、このチャンネルは本来ポップコーンを作るチャンネルでございまして、長らく、お待たせをいたしました。僕自体はポップコーンをねめちゃくちゃ作ってたのでね、待たせてた自覚はないんですけども、まあそれが外に出てなかった時点でね、口に出してない時点でそれ言ってないのと同じですから、僕がいかにポップコーンを作ってたかと言っても信じてもらえないでしょう。今回はですね、ために貯めてた企画をやりたいと思います。マネージャーにもらったポップコーンの機械お披露目ということでね若干ねサブちゃんの動画ですよね、これはね。サブちゃんの動画のテンションでいくのか、以前はね、これはサブチャンじゃなくてポップコーンをするメインのチャンネルだったので、まあ、ある程度気合入ってねやってたんですけど、まあ、どのぐらいの温度感でいけばいいかはすごい迷ってますけどね。前回までのポップコーンチャンネルであればしっかり自己紹介してたんですよ。このチャンネルは365日を360日ポップコーンを食べてる一般男性がポップコーンをポンポンしていく様子を、お届けするチャンネルですみたいな早口でね言う特技があったんですけどね、もうセリフもしっかり思い出せません。今回はいつだったかな、去年の誕生日にマネージャーさんがあのねポップコーンの機械を実はプレゼントしてくれたんですよ。それを1年間ですね、台所のこの下の包丁とか入れるここの隅にしまっといてね、ちょっとお披露目するタイミングがなくてね、だったんですけども、今回お披露目したいと思います。こちらです。バー、はい、こちら、ポップコーンメーカー、わかりよしですね。ということで、油を使わないからヘルシー、理由と結果がわかりやすいですね。で、新たな画角をねお披露目してると思うんですけどもね、僕は普通にこっちが僕が実況とかよくしてるスペースで、あ、ここテーブルあるじゃんって、すごいいいじゃんって発見して、今回新たに採用した画角なんですけども、こちらですね、白い布をかぶせてあります。こちら取りますと、はい、すごい汚いでございますので、今までここを使おうなんていう発想はなかったんでございますね。すぐ隠します。さあ、というわけで早速開けてみましょうか。皆さん気づいたでしょうか、僕あんま驚いてないんですね、この機械を出して。というのは実はですね、まあ僕トケさんというですね、まあ昔の YouTube 仲間兼ポップコーン仲間がいるんですけども、その人と実はこれ使ったことあるんですね。なのであまり実は驚きがないということはあまりマネージャーには言えないんですけどまあだからポップコーン界では有名ということですよ。はい、いいですね。サムネをね、口でもくそぼめとっか。おー、おひょー、はい、これがサムネになってるとしたら、皆さん、このシーンでおひょーと僕言ってました。正解はすごいんですよこれ。まあ使ってみたら分かると思うんですけど、この中でポップコーンが弾けてこっから出てくるという感じになってます。まあ早速やってみましょうよ。ほんだらで、今回はですね、まあ ASMR も兼ねたいということで、こちらマイクでねしっかり音を取ってみたいと思います。それではやっていきましょう。いいですね。今日はこの後イベントがあるんですね。そのケーキ漬けのポップコーンです。これセットする。お、すごい。そうだそうだ、思い出した。ここにカラカラカラって入れてストンと入れるんですよ。まずはコンセントをつなぐ。みじっかみじっか、はいはいはい、はいはいはい、あ、びっくりした。なに、ちょっと、なに、オンで梱包すなよ。電源オンで梱包すなよ。びっくり。皆さんも気をつけましょう。オンで梱包されてる可能性ありますからね、電化製品ってのは。ボールをセットして電源スイッチをオンにする。あ、もうオンにしといていいの。じゃあちょっと、早速録音しますか。スタート。うるさ、うるさ、あ、
ます。まあマイクは死にました。失礼しました。ASMR は詐欺でした。電源つける前に種を入れるべきだったらしいので入れていきましょう。これもいいやつなんじゃないの？これもらったやつだけど、雑穀屋山本だって初めて見たわ。ごめんね。これたまね、こんな1年間も寝かして。賞味期限大丈夫でしょうね。あ、ちょうど2023年3月16日まで。ちょうどとは。これに、スリスリいっぱい。まあ、こんなもんか。おー、いいね。で、ここです。ご注目。いいね。ちょっと構造上の問題がありますけどね。はい。あ、逆なんかな。こっちからこうかもしれん。あちゃわ。ああ、ちょっと構造上の問題があるかもしれん。俺に問題がある。で、ボールをセットしたコンセントに電源プラグを挿した。スイッチオンにすると本体が動き出し加熱が始まります。1分から3分でできる。早いね。じゃあ行きます。ゴー。おお、すごい。ちょっと取らなきゃ。やってたんですよ、トケさんと。お、来た来ました。早いね。お、来た出るかな。早いよね、ほんとポップコーンってね。イエーイ、いいね。なんかお店のポップコーンみたい、こうやって外出てくるの。そうだ、こんな感じだったわ。いいね。量ですね。相変わらずポップコーンは予想上回ってくるね。あっち心配される叫びしちゃった。はい。で、すごいんですよ、完全にね、なくなるんですよ、ちゃんと。いやー、圧巻でしたね。ちゃんと熱いんですよね、しかもね。完成しました。はい、波形真四角。企画失敗。メインだったら叱責されてる。というわけで完成しました。プレーン状態ですね、今。じゃあちょっと食べてみましょう。あー、いい匂い。やっぱね、どうなんだろう、普通の時もこんな匂いするっけな。ちゃんといつもより映画館の匂いのような気がする。でもこれコーンのおかげかもね。いいコーンなのかもしれない。うん、おいしい。うん、おいしい。どうしようかな。なんなんですか。あ、ちょっと皆さんご注意、この辺粉まみれになります、ポップコーンのカスまみれに。うん、やっぱ何でもいいことばっかりじゃないね。ちょっとね、別のことで買ってあったシーズニングがあって、それを試してみようかな。まあ、昔のポップコーンを見たことある稀有な方々ならわかると思うんですけども、僕はポップコーンの味付けによくシーズニングを使うんですね。シーズニングっていうのはこういうなんか粉の料理のやつなんですけど、ハウス食品とかから出てるこの燻製ポテトサラダとアヒージョの素がなんか非常にポップコーン美味しくなりそうな粉だなと思って、で、これなんで買ってきたかっていうと、僕あの離乳食生活で赤ちゃん用のお菓子がめちゃめちゃ余ってるんですよ。出てー。あー、こういう細長いやつ、これなんかバカウケの形に似てて、味付けたら美味しいバカウケになるんじゃないかと思って買ってきたんですけどね。そう、今まだ離乳食調布中でございます、絶賛。こっちにしよっかな。でも午後からライブだからな。こっちはガーリックっぽすぎるね。こっちもガーリックだな、結構。まあちょっと許してよ。楽しみですね、今日は。仙台のお笑いライブ。
ティーライズの滝にすずめ TV というところにゲストで呼ばれて、ネタはやらないんですけども、コーナーとかでね、逆に関するコーナーをやってくれるので、すごい楽しみですね。パーッとかけて、こう振る。これもトケさん直伝のねやり方ですけど、トケさんに教わったことを序盤は僕も動画にしてましたから。はい、でこれで油をなじませますと。まず油をなじませます。で次に粉を味付けをしていきますね。今回は燻製ポテトサラダ。あら、美味しそうじゃないこれ。すごい、ちょっとでいいですよ。あんな少ない種ですからね、ここに入るぐらいのね。それに対してあんまりね、味付けすぎると不健康になっちゃいますから、やっぱりね、ポップコーン寿命を伸ばしましょうよ、みんなで頑張って。本来健康にいいものらしいんで、味付けと油さえ適量であればね。はい、うわ、いい匂い、ポテサラの匂いだわ。なぜかポテサラの匂いって別にないか、穀物の匂いプラス、ちょっと待って、すごい、これ静電気起きてますよ、ほら。やっぱ熱、ほら、すごくない？ほらほら、へえ、いやすごいんですよ。確かにこの熱で温風でやってるから、すごい静電気起きるのは確かにあって。さあ完成しました。食べて美味しいっていう直前でちょうどカメラ切れましたので、今からやる僕のリアクションは、嘘です。じゃあ早速いただいてみたいと思います。いやー、初めて食べますね。うん、あ、美味しい。スパイシーな感じですね、ポテサラから。もうちょっと大きくてもいいかもな。うん、ベース塩コショウで、やっぱシーズニングはいいですね。普通に塩コショウをするよりもそれでは生まれないいろんな組み合わせの味がある。パセリとかも入ってるのかな、ちょっと涼しい感じ。ガーリックパウダーも入ってる。あ、オニオンパウダーとか入ってますね。ポテトサラダだわ、それは。本当にポテトに混ぜるだけでいろんな具材が入ってるポテトサラダっぽくなるってことか。あ、おいしい。ただいま12時お昼ご飯です。夜ご飯はポテトサラダです。ポプコサラダだね。これはおすすめしよう。シーズニングの中には合わないものもあったりするんだよね。結構意外とお肉系のシーズニング思い出せないけど、これ絶対美味しいだろうみたいなパッケージ見て、お肉系のシーズニングやってみたら意外と合わないなみたいな。やっぱお肉のうまさありきのシーズニングなんで、あれは。逆にきゅうりのなんかからしあえみたいなやつはきゅうりの味が薄いんで、それポップコーンも薄いじゃないですか。だから味付けが濃いんでちょうどよかったりしますね。騙されないようにしてください、お気をつけて。それではいいね、この画角採用。 ASMR は不採用。完全に失敗した。